チャンネル登録よろしくお願いします。はい、こんばんは、あくちゃん TV です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、先ほどの動画の引き続きとしてですね、男性の、あそこがね、丸毛しとるか、丸毛してないかのお話ですね。はい、今ね、僕はね、まあ、言えないんですけどね、まあ、どっちがね、女性からしたらな、ね、いいのかというお話ですね。まあいろいろあのですね、まあ、種類もあるんですよね。新正方形、慢性方形、ね、火星方形ですかね。で、まああの、ね、新正方形だとね、全然なんか向けないらしくて、まあ一致もできないそうですね。はい。ね。それでまあね、向けてなかったらですね、あの、ね、マルスがね、溜まってね、汚いっていう話でね、まあ病気にもなりやすいって聞いてね、まあそれでですね、まああの、ね、その、マルケしてない人がですね、ね、マルケするためにね、ああいうクリニックとかで、まあ安くね、宣伝してますけどね、あれがね、どうなんかね、なんか増量というか、なんか増長ですかね、なんかちょっと7センチとかね、アップするとかね、それで、マルケのね、手術したら、なんかね、マルケの手術だけでもね、なんか安いんですよね。なんか4800円だったり、5500円だったりね。まあ、ああやってまあね、マルケしない人が行くんかなと思いましたね。まあね、ああいうなんかね、交通費がなんか出るらしいですよね。まあ僕は知らないんですけどね。まああれで、あれがほんまなんか嘘なんか、まあ、ね、皆さんね、わかる方いますかね。まあ、まあね、なあ、どっちがいいとか、まあ、悪いとかいうあれじゃなしでですね。まあ、女性は、からしたらね、まあ、どうなんかなと思いましてね。配信しましたね。はい。いうことですね。今日、話はですね、男性のあそこが、マルケ、してるかしてないかのお話でした。はい、それでは以上となります。失礼します。